長谷堂での戦いの後、柴生らは酒呑童子の行方を追っていた。そこへ異界の忍び綾音が情報をもたらす。長谷堂から逃亡した妖魔軍を発見したと。太公望は綾音に引き続き偵察を行うよう指示を出す。酒呑童子らが逃げ込む先を見極め、追い詰めようとの考えだった。そして同時に、浅井長政ら長谷堂で仲間になった者たちが取られていた人質、その行方を探る意味も持っていた。酒呑童子を捕らえるため、人質を解放するため、柴生らは綾音の導きに従って軍を進めた。偵察してきたわ。私たちが追っていた妖魔はこの先の城に逃げ込んだようね。この先というと巨匠だな。今は董卓殿が治めていると聞くが、あの御仁ならきれいどころを集めてても不思議じゃないですね。位置が囚われているのもきっとそこだ。急ぎ助けに向かおう。ならおねね様も。愛する人のため懸命になれるって素敵ね。私もできる限り協力するわ。いや、俺とおねね様はそういうのじゃ。今行くぞ。一、待っていてくれ。天神流破陣丸。今日こそ酒呑童子を捕らえるぞ。時は有限なの。いつまでも追跡劇を演じるわけにはいかぬ。本隊は正面から巨匠を攻めよう。無理はせず敵の注意を引くよう努めてくれ。その間別動隊は西より城内へ潜入する。密かに人質と酒呑童子を晒すのだ。ようやく気づいた。わしの趣旨に行くんじゃ。誰にも邪魔させるぞ。この者奴らを消し出せ。ここに正妻殿が捕らわれているはずだが、一部屋探していくしかない。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。照明時、無理をしすぎた。今になって傷が。しまった。見つかったか。この痛手では。待っている。俺がしが必ず救い出してみせる。どんな世界でも人は人を思っている。素敵なことね。参ります。実に素晴らしい。骨ごと噛み砕いて。参ります。よくやった。参ります。さて、正妻はどこだろう。一人で寂しい思いをしていないだろう。参ります。やつら正門から突破してくるぞ。どうしたらそのように強くなれるのだ？我が知略に勝とうなど、片腹痛いわ。参ります。大したものよ。敵将払い立てまつりました。参ります。ここは任せて。おお、申し分ない働きだ。やっよくやった。私の手元にとどめておきたい。董卓殿の審美眼もなかなかのものです。ですが、籠の中の蝶は本来の美しさには程遠いもの。解き放たれ、自由に舞ってこその美。今こそ披露しましょう。正直もうダメだと思った。ありがとう。無事正妻を助けられたのだな。安心したぞ。私のせいで長政様がいつまでも人質でいるわけにはいかない。くださるのですね。ありがとうございます。未知は無事だったか。よかった。お市様が助け出されたか。ならばこれで人質は全員救出できた。あとは主天童子を捕まえるだけね。なに？わしの女たちが奪われたじゃと？ええ、すぐに取り返せ。全軍進軍させろ。おねね様を救出できたなら本気で行かせてもらう。我が知略に勝とうなど、肩払いたいわ。我が栄達の道を阻む者は処分する。ここにも美女がいるではないか。わしのものにしてやるぞ。私は光沢様の所有物になる。それは難しいかと存じます。わしの夢が主人公グリーンだ。 あっさりやられるとは異常か。そもそもトータクには何の義理もないのだ。やってられるか。負けておれん。我が軍も続くぞ。 天童寺、このグース一緒に来るんだよ。ですが天童寺を狙っているのかならお前はいつまで逃げ続ける。逃亡の果てに何を得る。私はウロなんです。何も望まず 何を得るつもりもない。己すら欲さぬというのか。何、私を捕らえるか。さて改めて問おう。お前は何者。 名は四天童寺。それより他は何も知らぬ。では問いを変えよう。己が何者か知りたくないか。お前がその答えを持つというのか。いや、おそらく答えはお前の中にある。それを引き出す手伝いをしようというのだ。この私に協力すると。 その代わり我らにも協力してもらおう。いいだろう。皆様のお力があればこそ。 私も一緒に行くからね。龍禅様を守ること、それが私の使命だから。一も長政様と共に参ります。お市様が無事ならば人にあだなす理由もない。今私の美しさが求められているのですね。いいでしょう。存分にご堪能ください。 ところで大事なことを忘れている気がするのだが。ああ、そうか、脅威だ。脅威はどこに行ってしまったのだろう。 さすがだ。いや、素晴らしい成果だよ。全知全能たる私の期待に答えられるとはね。あなたはすごいのだな。ほう、やるんだな。これが噂の酒呑童子か。これで幼女を通す方法がわかるんだね。解明には少々時間をもらうことになる。だが私は確信している。この者こそが我らの希望になると。私は自分が何者かを知りたいだけだ。そのためにお前たちに協力する。じゃあ俺たちも頑張らないと。なんとかダッキを探してみるよ。ダッキはどこに逃げたのかな。幼女倒滅の方法、じきに判明しよう。太公望は私に協力すると言った。ならば、私も太公望に協力しよう。息子には思うまま生きよと伝えていたが、かような世の情勢では安否が気遣われる。官兵、官策、無事であろうか。いかめしい軍神さんも人の親なんだね。その気持ちよくわかるよ。うん、決めた。私も協力するよ。できることがあったら何でも言ってね。ねね殿、かたじけない。ここには思う官兵、いかめしい軍神さんも人の親なんだね。うん、決めた。ねね殿、脅威は巨匠にたどり着いていた。だがそこで負けてしまったらしい。あの脅威が簡単に負けるとはおかしな話だ。理由はただ一つ。きっと傷を負っていたに違いありません。では脅威はどこで怪我をしたのだ。巨匠に来る途中だろうか。ええ、私に心当たりがあります。いかがでしょう。この超春街の過去に戻ってみませんか。脅威はあの理由では、ええ、いかがでしょう。愛する人のためなら太公望は私に多くの問いを投げかける。戦界でのこと、人界でのこと、私には覚えのないことばかりなので、時折記憶を呼び覚まされることがある。不思議なことだ。なぜ太公望は私の過去を知っている。帝軍山で清盛に操られていたこと、思い返すだに口惜しい。かような術があると知っていれば、心にも鉄壁の鎧をまとわせたもの。ですよね。傀儡だなんてもう真っ平です。あの時俺たちが術にかからなければまるで別の戦いになったんでしょうね。過去を悔やむなど無益なれど、時を超えうるこの世界ならば不用意に歴史を変えることはできぬ。だがその戦を思い描くことはできよう。最初のオロチ討伐時は宗妃殿、次のオロチ復活阻止の折は曹操殿。そしてこたび一苦労をかけてすまぬ。それがしは敗れて屈服し従わされてばかりだ。長政様のためなら苦労などありません。一のため戦ってくださる長政様のためなら。四天童子は自分が誰か忘れちまったんだとは。あんなに強いんだ。きっと名のある将に違いねえ。一殿の容姿、所作、表情、いずれも隙のない美しさです。ありがとうございます。でも愛する人がいれば誰しも美しさは増すかと。なるほど、一殿は己が美を自覚しておられるのですね。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で？気遣いは無用。手酌で相当量いただいている。この顔色ゆえ飲んでも表に出ぬだけだ。仲間一生我楽しい。はあ、うん、染み渡るいい酒だ。魚におねね様の手料理が欲しくなる。ありがとうございました。よう、今日ははどうするんだ？また来てくれよ。よう、今日はどうするんだ？また来てくれよ。